アルセーニエフの首相、アルセーニエフは、ロシア極東部、沿海地方の内陸部にある都市。ウラジオストクからは北東へ 250km、離れており、シホテアリに山脈のふもとの豊かな自然の中にある。最寄りの町、スパス下りからは北東へ、約 60km。新潮時代の名称は、オードカン市であった。人口は、約5万人。 2002年国勢調査で62,896人、1989年ソ連国勢調査では732人と、人口は減少を続けている。アルセニエフの町の歴史は1895年に、小儀式派の信徒が入植し、セミオノフカの集落を建てた、時に始まる。1901年には、ウクライナのポルタバ州からの農民が入植した。 1937年には、鉄道支線がセミオノフカまで伸び、シベリア鉄道とつながり、セミオノフカは、周囲の村落を合併して労働者集落に昇格した。1940年には、極東地区最初の飛行機工場がセミオノフカに建てられた。1952年、労働者集落、セミオノフカは、市の地位を与えられ、アルセーニエフと改名した。 これは1912年に、セミオノフカを訪れた、極東地方への探検家、科学者、旅行家、作家のウラジーミル・アルセーニエフを記念してのものだった。1972年にはこの町を流れる、ウスリー川の支流ダウビチェ川も、アルセーニエフ川と改名された。アルセニエフは、 シホテアリに山脈の染脈二つに挟まれており、薄利川の支流アルセーニエフカ川の右岸に位置する。この周囲では、谷の広さは2、3キロメートルに達する。川の水は、町の飲用水や、工業用水への利用や、近隣での米作のための農業用水などに、利用されている。その支流のダチナヤ川にはダムが作られ、そのダム湖は、 アルセーニエフ市外の公園となっている。周囲は、ウスリータイガと呼ばれる、新葉樹林が残っており、野鳥や山猫、シベリアトラなど豊富な動物賞や植物賞を誇る。工場や鉱山による汚染の激しい沿海地方の他の工業都市と比べて、アルセーニエフは、恵まれた環境が残っている。沿海地方の日本海沿いと比べると、夏は暑く冬は、 玄関の典型的な大陸性気候であり、1月の平均気温はマイナス17.5度となる一方、7月の平均気温は21.9度になる。年平均降水量は701ミ、mm、リメートル。土は地下2メートルまで凍結する。雪の積もる冬には周囲の山にゲレンデが作られ、スキー客も来る。1999年の段階では、 国営企業に労働人口の3分の2が雇われており、国営企業はアスコルド造船工場や航空機工場、プログレスの2大企業をはじめとする軍需産業が中心であったが、軍需の縮小と原料の高騰などに悩まされていた。こうした企業はハイテクを利用するため、専門的技能や知識を持った労働者が、沿海地方の他の都市に比べて多い。プログレスは、 ミマイナス34か、かマイナス50、かマイナス52などのヘリコプターを製造している。アルセーニエフの産業としては観光業にも可能性があり、冬のスキー客や仕テありに三脈の自然を訪れる観光客を誘致しようとしている。周囲には原生林の自然や先住民の文化や遺跡などの見どころも多い。ありがとうございます。